おいっす。今回は泳げないのに浮き輪に乗ってるフィギュアです。メガハウスから販売されました。ルクリア、キャル、サマーです。現在、プリコネ2期が絶賛アニメ放映中ですが、このキャル、サマーは、アニメ1期の9話ですでに出ていますね。ゲーム版1年目に実装された水着イベのメンツでの、水着会アニメなので懐かしくもありましたね。このフィギュアはゲーム版キャルの立体化ですが、天国と地獄両方再現できるので、早速やっていきましょう。プリコネは、クランバトルが面白きゲームでしたね。このキャル、サマーは使えない楽園を押されていた、魔法パーティーを1000級まで引き上げた人権キャラでしたね。プリコネのデバフ優遇のシステム下では、デバフをバシバシ入れるキャル、サマーが、編成から外れることはないだろうと思っていましたが、バカみたいなバグの乗せ方で、その地位を追われるとは思いませんでしたね。ただ後釜に座ったのもキャル、ニューイヤーですから、キャルに違いはねえですな。ブリスターは2層式です。パーツが多いですが、半分が差し替え用のパーツですね。ではまずは分離しましょうか。2層目のブリスターに蓋がついてるので、バラした方が楽ですね。紙と浮き輪以外は差し替え用パーツです。まずは勝利ポーズでおなじみの猫耳浮き輪から、隠れたりポコポコポコと投げたり大活躍の浮き輪ですが、ちゃんと猫の耳付きですね。こういう浮き輪ってどのフィギュアもよくできてますね。ビニールの質感がいい塩梅です。2つ結びのおさげ髪は別パーツです。長い糸くずが塗装に噛み込んでますね。取れそうで取れませんが、がっつりついてるところ以外は取れました。少し強めに撫でても効果なしで、これを取るにはやすらないと無理ですね。諦めてもう一本の方行きましょう。こっちは問題なしです。腕は4本付属してますが、全部ビニールの袋に入ってます。ラボが曲がっている右手とコップ内が穏やかな左手のパーツが天国バージョン。ラボがまっすぐな右手とトロピカルドリンクが荒ぶってる左手パーツが地獄バージョンです。コップはパーティングラインが目立ちます。こういう線があると安いグラスっぽいですね。こちらは天国の表情パーツ。腕のアクセサリーも2種類。左向いているのが天国、右向いているのが地獄で、浮き輪に当たらないようになってますね。クリアパーツはいい感じ。では次は本体を。台座と体が入っているので、こちらは大きいのが2つ。台座は背後で魚の魔物が跳ねた際に発生した波の様子ですね。少しゴミがついていたので念入りに払っています。本体の腕は外れた状態ですね。こういう形で入っているのは珍しい。流通限定で箱に窓がないからでしょうかね。尻尾を股の間に巻き込んでるのはビビってる猫ちゃんみたいです。頭は簡単に外せました。かといって型があるわけでもなく、表情替えができるフィギュアですし、良いクリアランスです。髪も同様ですね。サングラスがもろそうなので、着脱が楽なのはありがたいですね。
このフィギュアには涙目用のジェルシールがついています。薄くて柔らかいのでつまむのは難しいですね。最終的にはジェルシールをスライドさせてピンセットにくっつけてから顔に貼り付けました。このピンセットは先端が鋭いので押さえは太いピンセットで圧着させました。ただ力を入れるとジェルシールがずれるのでなかなか加減が難しいです。2個目、刃ほとんどピンボケだったのでカットです。動かすときはアイペイントに傷入れないように竹串で。3個目は小さなシールです。端までずらしてピンセットにくっつけたら顔につけます。位置合わせて押さえて終了です。ぶっちゃけシールを顔に乗せるところ以外は竹串だけでいけましたね。スペアもいっぱいあるのでなくしても安心ですね。台座と浮き輪は軽く回してればハマる位置があります。ハマれば動きません。顔をつけて髪をつけます。サングラスは脆そうなのでできるだけ触らない方がいいですね。この辺のはめ込みは緩めですが奥がちょうどいい塩梅なので付け替えは楽です。頭と首も同様にスコッと入ります。腕はまず袖を外してブレスレットを通したら袖を戻してウワンの完成です。ウワンはどちらも紺です。おさげのダボは左右で形状が違うので間違うことはないですね。柔らかい素材なのでグリグリしたら入ってくれます。寒い時は折れないようにしないと怖いですけどね。腕もダボの形が違いますが右がドリンク、左がブレスレットと特徴あるのですんなりつけられるでしょう。波の位置におさげ髪を合わせればキャルのお尻もつるっと浮き輪に収まってくれます。というわけで天国の心地なドヤ顔キャルできました。まずはこちらのお顔で詳しく見ていきましょう。まずはゲーム内解放ムービーを見ていただきましたが、このフィギュアはこの絵の立体化ですね。このムービーが実装されたのはキャル・サマーが実装されただいぶ後の話ですが、このフィギュアでは最初の気持ちよくなってるキャルも顔と両腕の差し替えで再現できるようになっています。こちらは穏やかな波に揺られる浮き輪でバカンスな天国な心地のキャルですね。実装当時の星さん絵は泣き顔でしたが、演出がムービーになったおかげでこんなお顔も見られるようになりました。ウインク顔なので立体起こしすると少し角度限定になりますが、エツニーとキャルらしい笑顔です。バージョン違いはフェイスパーツと両腕の肘から先の差し替えです。浮き輪に手を乗っけてリラックスしてたり、南国ムードなハイビスカスをグラスに刺したいかにもリゾートなトロピカルドリンクをくゆらせてご満悦な様子が再現されています。ポップはゲートアートやパーティングラインがありますが、
どうせなら付属のオレンジやハイビスカスで隠れてたらよかったですね。ではご満悦なキャルちゃんを見てください。そしてハプニングで天国から地獄へ。キャルがひどい目に遭う陰にはだいたいペコリーヌが何かやらかしてますね。ムービーではカジキみたいな魚の魔物が真後ろで跳ねてましたが、ペコリーヌが捕まえようとして追い立てたんだろうなぁと思うくらいペコリーヌは悪行を重ねてますね。そんな関係性がいいんですけどね。こちらになると顔はもちろんですが、手のパーツも緊急性にあふれてます。キャルが不幸体質なのを置いておいても、昔の星さん絵で見慣れていますし、飾るならこっちがいいかなって感じです。猫ちゃんなキャルからしたら海に落ちそうな瞬間だけに地獄の心地でしょうが、それがまたいい味出してますしね。台座は結構波立った形です。地獄バージョンに合わせた台座でしょうから、泣き顔との相性もいいです。荒々しい水しぶきが立っていますが、ただ不思議と天国バージョンでも違和感はないですね。主役の人が落ち着いていると波まで落ち着いて見えます。ただ注目しちゃうと荒い波なので、荒くねと思いますが、特に気にしてない時はただの海面に見えますね。キャルの2つ結びのおさげ髪はすごい毛量なので、このフィギュアでも結構な場所を取りますね。絵におさげ髪は映っていませんが、こんな感じの髪だろうなと思うので、再現度は高いと感じます。再現度では顔もいい感じです。瞳の角膜がギザギザになっているのは元絵通り。涙のジェルシール再現も元のムービー見ちゃうと一手間加えたくなっちゃいますよね。シールの位置は元絵通りですが、さすがに小さいのでじっくり見ないとジェルの存在には気づきません。それでもじっくり見れば肉眼でもわかりますし、斜めからなら透明なドームになってて、シールのない平面より全然好きな表現です。キャルの水着はビキニ、パーカー、ショートパンツと、水には絶対入らないぞと言わんばかり。フィギュアとしましてもファッションで見せる方向性の水着はキャルに合ってますね。ショートパンツの下もちらりと覗くところは作られてますね。ただことぶき屋のヒロイン X と違って動いたりしないので、がっちり接着はされていそうです。こちらのコップも目立つ位置に量産の爪痕が、こういうところは一工夫欲しいですね。デザイン的には猫型ストローがいい味出してますし、ハイビスカスやオレンジがぶっ飛んでるのも面白いです。びっくりしてるので尻尾は巻いていますが、出てるのは尾骶骨あたりです。パーカーは無地ですね。猫ちゃんマークとか背中にあってもよかったかもですね。では最後に浮き輪を見つつ全体を眺めるとしましょう。ゲーム初期は
勝利ポーズが全員汎用でしたが、このキャルサマー実装時は勝利ポーズが徐々に個別へと切り替わっていた頃でしたね。まだまだ汎用ポーズに目が慣れていた頃だったので、キャルサマーの個別ポーズはその可愛さもあって今でもお気に入りです。勝利ポーズで存在感のある浮き輪ですが、フィギュアでは本物っぽい質感です。猫耳もついていますし、紐も編み紐が巡ってます。紐の先に何か装飾でもあれば見栄えも違ったかなって感じですが、紐が個別なのはリアルです。この浮き輪は台座の一部としてこのキャルを支えるのに十分な出来です。全体で見て元絵通りのとっても良いフィギュアです。ではでは、ここまで見てきたキャルサマーですが、プリコネのフィギュアはかなりスロースターターな商品展開でしたので、今後の命運はアニメのヒット具合にかかっていそうです。最近プリコネキャラが鋭意制作中になってますが、作中屈指の人気を誇る仲良し部が見当たらないのが意外ですね。アニメ2期で早々に出番が回ってきていましたが、今後に期待でしょう。ただ次のウマ娘の動きが活発なので、飲まれてしまいそうなのはプリコネ的には厳しいですね。この2月でプリコネのゲーム版は4周年を迎えるだけに、というか今のプリコネはリライブなので、無印時代のキャラにとっては7周年になりますが、アニメになるくらいの人気になってからも立体物はさっぱりでしたからね。それだけにウマ娘フィギュアの進撃ぶりには驚いていますが、最近はプリコネもちょくちょく見るようになったので、権利者様の気でも変わったんでしょうかね。今後も原型やら彩色見本やら鋭意制作中やらで出てくるのがとっても楽しみです。というところで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。また覗いてくださると嬉しいです。